敵を阻み、自国を守護する砦。難攻不落の城、要塞ランキング、ベスト5。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、難攻不落の城ランキングについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。キングダムでは、敵国を攻める侵略戦や、逆に自国を守る防衛戦が描かれます。その中では、守備する対象として、城がよく注目されます。高い城壁を張り巡らせ、堀で城を囲んだり、天然の岩場を生かしたりと、あらゆる要素で防衛力を強化して、敵からの侵攻を防いでいきます。そんな城や要塞で、登場済みのものを防衛力でランキング化してみました。攻めづらい城や砦のベスト5を私なりに考えてまとめています。他にこんな順位だと思うという意見や、こうなってほしいなどありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。5位。療養。まず、5位には、チョウアータの都市の一つ、療養を選びました。療養は、切り立った岩壁の山の上に、城壁をめくらす形で作られた城です。その断崖は、艦の普通の牙で降りるのは困難で、壁も目を見開いていました。また、無視できないのが、自敗宝剣の城ゆえにある、無数の地下道です。療養は、拳銃の城で、隊長のために、脱出通路を張り巡らせています。この通路を使うことで、隠密に、敵の裏に回れて、奇襲をかけることも可能です。断崖に攻めあぐねている敵の背後に回り、奇襲をかけられるというのは、非常に強いです。この2段構えがあるがゆえに、難攻不落の城の中でも1段上だと言えるでしょう。4位、蝶遊。4位は迷いましたが、義の蝶遊としました。もともとは義の要衝でありましたが、単なる荒野という感じの場所でした。とはいえ、ここが落ちづらかったのは、五方面の布陣によるものでしたね。その後、塔が攻め落とした後は、この地に類を巡らした要塞を建築しています。もともとの天然地形をさらに活かす形で建てられた、数々の類によって難攻不落に変貌しています。その防衛力は非常に高く、人員が引き抜かれた時にでも、砦を活用することで十分防衛できています。潤沢な人員を使って要衝に作られているので、その防衛力は推して知るべしですね。技巧略の楔として作られた要塞は、かなりの防御力を誇るはずです。3位、ギョウ。3位は、趙の第2都市であるギョウです。ギョウは、震災峡の将軍である王政にして、完璧で落とせないと言わしめるほど、高い城壁と深い堀に囲まれており、正面から攻め落とすのは困難です。また、城内には、大きな蔵をいくつも備え、長期間の籠城すら可能でした。難民を城内に抱え込まなければ、余裕を持って王政軍も撃退できたはず。現地を実際に見ていないとはいえ、将兵軍の策を変更させるほどの難攻不落さです。王政のような絡め手を使わない場合、落とせる将はいないのではないでしょうか。2位、簡単。難攻不落の城2位は、趙の王都である簡単としました。まだ具体的な戦いは描かれていませんが、趙王の話では、魚と同等の防衛力を誇ります。また、城内には、趙王が絶対に離さない、最高戦力の精鋭たちが守りを固めてます。さらに、趙王は、自分の安全のみを第一に考えており、趙の全力を挙げて防衛されるため、魚よりも、難攻の度合いは高いと思います。あと魚、簡単に共通したポイントですが、趙の王都県は圧倒的に守りやすいのです。国門である列尾を奪われたら再奪回し、補給線を断った上で包囲殲滅できる作りに。北は、大江山脈、南は黄河に守られており、侵入してきた敵に対しては、王都県に閉じ込めて、殲滅できる仕組みになっています。そのため、その天才、ガリンをして、圧倒的に守りやすいと言わしめてます。1位、函谷関。そして、難攻不落の城1位は、やはり真の国門である函谷関でしょう。中華の5カ国連合軍に攻められても、結果的に落とされずに撃退しています。その城壁は、当時にして常軌を逸した高さであり、空城兵器の精鋭車も届かないほど。通常の空城兵器の精鋭車や、はしごは全く届かず、正面からは、まず落とせない作りでした。五方面が、専用で開発した兵器で、ようやく、
何度か戦えるようになったくらいでしたね。ちなみに、少し後の時代になりますが、その大将軍、孔雲の孫にして、覇王、孔雲は、この函谷関を落として、秦を滅ぼしてます。名だたる将が粛清された後とはいえ、合将軍が落とせなかった函谷関はですよ。このエピソードだけでも、孔雲の強さが、どれほど常軌を逸したものかが伺えますね。以上が、難攻不落の城、要塞のベスト5でした。時点では演史上がありました。ヨウタンワと隠し玉として投入されて、最初に落とした城でしたね。現在は、まだ、連載の都合で、秦や趙の城が、大半を占める結果となりました。ここから話が進んでいけば、大国である、ソヤ園、日当たりの城でも、より、難攻不落のものが登場するかもしれません。また、中華統一が進んだ段階で、改めて、このランキングは更新したいと思います。ぜひ、楽しみにしていてくださいね。他にこんな順位だと思うという意見や、こうなってほしいなどありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。